ブリンたちが歌を歌ってるだと？あの巨大な像は星小獣です。あれが光の巨人。一心不乱に祈りを捧げてて全然こっちに気づいてねえな。ボスザル、ようやく追い詰めたぞ。追い詰めたか。果たして追い詰められたのはどちらかな。キヒャ、大聖堂に人間が。静まれ。この者たちはわしの大切な客人たちだ。我ら同胞殺された。恨み腹さで置くべきか。兄弟を殺されて気が立っているようだ。致し方ない。傷つけてもよいが殺さず生け捕りにしろ。止められぬか。まあいい。神下ろしは間もなく終わる。息子たちよ、今しばらく人間の相手をしてやれ。ただし殺すな。手足は奪ってもよい。やれ。なめられたものだな。一掃してくれる。みんな、怪我はありませんか？ゴブリンの王、もう分かってるでしょ？あなたたちでは私たちに勝てない。勝てるかどうかは最後までわからん。少なくとも今の時点では貴様らはまだ勝ってはいない。仮に勝てないと知っていたとして、それが何だ。それでも家族を、一族を守るため最後まで戦い抜く、それが王だ。それが男だ。ボスザル風情が男を語るか。男を語るのに人間とゴブリンに差があるのか。ある。薄汚い悪鬼が人間と同等の価値観を語るな。ヘドが出る。薄っぺらい男だ貴様は。本当に人間はここまで落ちたのか。話は終わりだ。さあ、死んでもらうぞ。この空間には暗く濁った負の感情が充満しています。それが歌に乗せられて光の巨人に注がれています。おそらくあの歌を止めないと光の巨人が覚醒を。なんだかヤバそうな雰囲気。まずはあのゴブリンたちを蹴散らした方が良さそうね。
みんな、怪我はありませんか？霊少獣ヘカトンケイル、人間どもが光の巨人と呼ぶもの。ヘカトンケイルはその御手に宿す光を持ってあらゆる闇を打ち消す霊少獣。我ら同胞の人間を憎む思いに呼応して今まさに顕現しようとしている。そうして人間たちの中に秘めたる闇もろとも打ち消すべくヘカトンケールは覚醒するのだ。ひどい。そんな悲しいことをさせるために聖少女を覚醒させるなんて。んなことさせるか。まずは儀式中のゴブリンを片付けるぞ。邪魔はさせん。ヘカトンケイルの力を持って祖国に復讐し王座を奪還する。メネアの王座だけではない、人間すべてを滅ぼしゴブリンこそが全空の支配者であると知らしめる。それが人からゴブリンへとなったわしの使命なのだ。何だと。あいつが人間ってどういうことだ。さあ、憎き人間ども、この程度で倒れてくれるなよ。期待の力は止まりますよ。貴様のくだらんざれ言など誰が信じるものか。わしはメネアの血塗られた王権争いに敗し歴史から葬られたかつての王子だ。口にする機会はないと思っていたが、ここに来て話すことになるとはな。あなたが王族ってどういうことなの。団長、敵に囲まれないように突破するよ。適当なデタラメを言わないで。メネア王国にそんな王族がいたという話なんて聞いたことがないわ。わしがこの暗き島に幽閉されたのはもう200年近くも昔のことだ。聞けばあの当時からその事実は隠蔽されていたらしい。関係者は皆死んだ。確かめようもない。暗き洞窟の奥底でわしは夢に現れた悪魔と契約を交わした。あれが何だったのかわからんが、不老長寿の肉体を得、代償として醜い姿に変えられてしまった。わしが
ゴブリンの始祖なのだよ。元はヒューマンだったがね。にわかには信じがたい話だが、だがその元はヒューマンだったゴブリン族が俺の故郷と母を奪った。それだけは事実だ。悪鬼のごとく醜い面のゴブリン族、貴様らを許さんというのは変わらん。そうだね。本当かどうかわからねえが、とりあえず今は周りのゴブリンを倒すことに集中しろ。オッケー、残りあと少し。来た力は手放しましょう。みんな、怪我はありませんか？泣いてる？これが泣かずにいられるか。わしの目の前で、わしの息子たちの命が次々と刈り取られていく。ふざけるな！泣きたいのはこっちだ、ボスザルが。涙を流すなど、人間の猿真似はやめてもらおうか。息子たちとやらもあとわずかだ。貴様もすぐ後を追わせてやる。貴様のようなどす黒い感情を持つ人間と、同胞の死を悼む我らゴブリン族、果たしてどちらが清いのか。いや、どちらがどう違うなど、そんなもの本来ありはしないのだ。綺麗事を並べるんじゃない。家族を殺されて涙したのはこちらとて同じだ。拉致があかんな。どちらも同じ痛みを知っているかもしれんが、分かり合うことができないのも互いに明白。力ある者、勝利した者が正義。それが自然の大原則。勝利した者の言い分が絶対。なれば、互いの存亡をかけて全力でぶつかり、それぞれの正義を証明しようではないか。ふっふっふ、私たちが頑張る。